ジョットが、カナの根源、カフルカンナにあるカトリック、カナの根源教会、セイギオルギオス聖教会カナの根源は、イエス・キリストの最初の奇跡として、ヨハネ福音書2章1から11節に記されている。三日目に、ガリラヤのカナで婚礼があって、イエスの母がそこにいた。イエスも、その弟子たちも婚礼に招かれた。ドウ酒が足りなくなったので、母がイエスに、 武道士はなくなりましたと言った。イエスは母に言われた。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです。私の時はまだ来ていません。しかし、母はメシいたちに、この人が何か言いつけたら、その通りにしてくださいと言った。そこには、ユダヤ人が清めに用いる、石の水亀が六つ置いてあった。いずれもにないし三メトレテス入りのものである。イエスが、水亀に水を、 いっぱい入れなさいと言われると、メシいカイたちは亀の縁まで水を満たした。イエスは、さあ、それを組んで宴会の世話役のところへ持って行きなさいと言われた。メシいカイたちは運んで行った。世話役は武道酒に変わった水の味見をした。この武道酒がどこから来たのか、水を汲んだメシいカイたちは知っていたが、世話役は知らなかったので、花婿を呼んで行った。 誰でも初めに良い武道種を出し、良いが回った頃に劣ったものを出すものですが、あなたは良い武道種を今まで取っておかれました。イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。日本聖書協会、聖書新共同役、ヨハネによる福音書2章1から11カナの根源がどこであったかには諸説ある。 このうちカフル館内にはカトリック教会が建てたカナの婚源教会があり、イスラエル巡礼では寄る人が多い。すぐ近くにはイゲオルギオス聖教会もある。レバノンのカナの方が実際にはナザレに近いので、レバノン重罪のクリスチャンはそこへも出る。ありがとうございます。